ああ、硬い手。うん。ザ・スクエアエニックス。かっこいい社名。言いたいもんな、スクエアエニックス勤めてるって。おお、びっくりした。ってことで、ファイナルファンタジー10やっていきます。てなわけで、ファイナルファンタジー10、名作と名高いこの作品ですか。僕正直ファイナルファンタジーやったことないんですよね。あ、じゃあ、あの、ゼロ式だけやったんか、中学生の時に。それ以外はやったことないんで、ちょっとどんな感じなのかな。でもまだ何にも知らない状態なんで、完全初見プレイなんで、まあ、楽しみですね。さてさて、どんな物語が待っているのやら。ってことで、ニューゲーム。通常版でいっか。多分これ難易度的なやつよな。なあ、いけるな。で、アレン、まあ、アレンジでいいや。もうここの辺は知らん。よくわかんねえ。あれ、オープニングかな。あれか、さっき多分カットしてるけど飛ばしたやつか。ってことはここで改めてってことは、うわあ、なんかすっげえ父の人おる。お、どうしたの？最後のロッカールームぐらいの落ち込み方やけど、高校サッカーの。これ監督がいい言葉言うぐらいの。お、立ち上がった監督か？お、美人。あ、でもなんか。ゼロ式でしかやったことないけど FF って感じすんな、なんか顔が。もう知ったかしかないけど、かわいい。でもなんか後ろのでかくね、リボンなんか分からんけど、めっちゃ装飾品つけてるやん。いや、うん、誰も見向きもせえへん。だね、もう6人7人全員合わせて7人。なんで高いとこ登んねん。あんま景色変わらんやろ。どういう表情、喜怒哀楽のどれ。後ろ何あれ。でもてか、なんか飛んでるけど何これ。落ちたり、なんかスイミーみたいな。懐かしいスイミー。僕が吐かないなぁ。黙ってた方がいいんやろ。最後かもしれないだろ。急に喋んなよ。全部話しておきたいんだ。うん。これ誰？声優。じゃあ、ファイナルファンタジー10、ここでタイトルが出ると。なんか一番座りいいな、10って。かっこいいな、X って。なんでギリシャ数字って X なんやろな、10が。誰か詳しい方いたら教えてください。あ、自己紹介をくれました、柏天と申します。よろしくお願いします。絶対おかしい自己紹介のタイミング。急に陽気な音楽。わー、でも空綺麗やな。お、ケツ。お、逃げた。めっちゃ嫌われてるやんお前。あれ、どういう装飾品かもわからん。あれか、モニターか、あれ。おお、透明。何今の。ああ、この曲聞いたことあるぞ。なんか魔法開発するとき流れてた気がする。ああ、めっちゃ人気やん。あれ、あ、動かせる。あ、動かせる。戻る。あ、いけんねや。あー、視点変わった。さっさと行こう。いや、別にこういうとこで時間食わんとこ。これで移動 L。 どこ行けばいい。説明、
説明して、誰か、誰か説明して。あ、違う、こっちやった。え、違う、こっちなん。え、何すんの。積む、積んでないよな。え、全然わからん。説明、誰か頼む。え、どういうこと、何すんの今。え、何すんの。え、こっちでいいよな。え、どっち、こっちでいいよな、こっちでいいよな。え、よくない。あ、丸押したよ。サインして、サイン、サイン、はいよ、はいよってT だね、T だでいいよ。いや、ここ別に俺まあ基本名前柏店でやっていこうと思ってるんですけど、こいつに柏店ってつけるのさすがに気が引けるんで、このまま行こうと思います。デフォルトで T だ、 T だ、 T だって言うの。ちょうだい。 T だ、いいっすよ。 T だ、いいっすよ。僕も焦んなって。何このボール、モヤットボールやん。伊藤四郎懐かしい。これこいつらも、いや、こいつらもや。お願いしていいですか。わあ、もちろん。いや、右、いや、左のピンクの方分かるけど、右頑張ってね。右なんかそういうことするタイプに見えへんやって。じゃあさ、俺うるさいから。今夜シュート決めたら、こうすから。それ古橋ダリアのメッセージっつうことで。ちょっと待って。席どこ。東ブロックです。最前列。私右から5番目ね。了解っす。シュートとかなんかの選手なんやろか。じゃあそろそろ行くわ。すごいなお前。応援よろしくな。お前サッカーやらん。せーの、ブリッツボール教えて。ブリッツボール何それ。これから試合だって。試合ね。ブリッツボールっていう競技の選手。じゃあ終わってから。今夜は予定があるのか。今夜はダメだよ。おお、ちっちゃいの。だろ。明日、明日。絶対だよ。約束っす。揺れてる揺れてる、横揺れしてる。サチモスや。何今の。え、何何何、なんかお辞儀してるね。おお、グラフィック綺麗なんやろな。綺麗なんやろな、まあ、綺麗けど実際に。あー、すげえ。街づくりすげえな。発展してるな。てか、どういう服それ。どういう服、パーカーやったん、しかも。え、どこにパーカー、あ、その上着についてんの。その、なんていう、なんていうんだっけ、こういう服。TikTok じゃなくて、なんだっけ。俺がそのニュースを聞いたのは、3回目の家出をしている時だった。スワベ。みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。これはこのまま行った方がいい。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンださ。よ、親父驚いてるだろうな。ショックだろうな。まあ、全部聞いてたキリないな。なんだか泣けてきた。おお、ほら、早いな、ガキ。ガキ早いな。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。ジェクトって誰なの。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。あれ進んじゃった、まさか。全部聞かんでよかった。ああ。どうしてどうして、もったいないことしたから、まあ、いっか。はいはい、ごめんね。遅れちゃうっつーの。ジェクトがすごい選手やっていうことなんや。ヒッポンのって。ジェクトって誰か知らんけど。あー、あれ、あ、移動すんねや。どこどこ、てか、ティーラどこ行った。ティーラ、あれ、あーはね、別に操作してるわけじゃないんや。めっちゃ人気あるやん、ティーラ。てか、戦車やのに一人で行くん。チームメイトと一緒にバスとかで行かんの。セキュリティやめすぎひん、選手に対しての。どこ、試合前の風呂にしては、うお、めっちゃ濡れてるやん。水も滴るいい男とか。あ、全然わかんない。ちょっと待って、なんか。あ、すげえすげえすげえ。かっこいい。カンプノみたいな。ちゃうけど。知らんけど、行ったことないけど。わぁ、ルールが見えへん。全くルールが見えへん。うわぁ。かっこいい。あ、
れ、あ、さっきおった人やん。あれサングラスかけてる。袖通せ、通さんの、通したやん。そんなサングラスかけるような人に見えへんけどな。うわー、津波でかっ。でっかい津波見た。ルールがわからん。水中やん。水中にするけど、うわー、速い速い。ね、おかしなりそう。うわ、女子もおんねん。女子選手もおんねん。うわー、客席に行くん。えぐいな、このプロレスレーン。いや水の量えぐいって、えぐ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 、なんか起きてる、なんか起きてる、水に吸い込まれてる。おう、1点。うわ、男女混合競技、ええー、なー、すごい競技や。なんか男女に公平性あるように見えへんけど、うわ水飛び出していいんや。え、まさか。うわ、なんか出てきた。かっこいい。うおう、うわー、爆発してる。うわー、世界、え、いきなり、いきなり、え、うわー、危ない危ない危ない。何強制でどんどん見てんな、大丈夫。うわ、無事無事なんかや。てかそこそこに落ちたん。いや絶対あかんやん。あれ、なんか始まった。俺も逃げる。ちょっと待てって、待て。アーロン、あれ知り合いやったん。何ボサッとしてんだよ。知り合いやったん。お前を待っていた。待ってた。またわけわかんないことを。置いてきぼりやねん。とりあえずついていけばいい。アーロン、アーロンって言うの。一人。まあそういうこと。独身なのかな。うわ、また子供先の。え、なんか止まってるの。始まる。じゃ歪んでるやん。始まる。何が？あ？泣かないで。急に。あ？うわ、もう来ないよ。え、なんか人に会おう。なんだ、きっと危ない時になるわ。待てよ。なあ、こっちやばいって。見ろ、やばいよ、全部やばいよ。見ろ、止まってる場合か。うわ、では見せて。左、あれ、何が左肩、アーロンさん、アーロンさん、さん付けの方がいい。絶対年上やしな。俺たちは神と言わないと。神、北斗の剣に行ったやつ。うわー、なんか出てきた。魚なんか出してるし、緑の。なんか出てきて、ほら、あ、気持ち悪い。あ、ナマコみたい。うわー、広がるのか。全然ナマコちゃう。わあ、全部気持ち悪い。そりゃそうなの。お前、いや絶対届かないやろ。うわー怖い。あ、剣くれた。かっこよくなくね。え、何これ、何この剣。 重いんか。ジェクトの土産だ。ジェクト、おやつの。ああ、お父さんだね、ジェクト。うわ、女の子みたいな。そう、苦しい。いったーってパンツ見える。実際だ。一緒。圧倒が気持ち悪い。うわ、なんか、あ、雑魚に構う時間はない。突破するぞ。あ、ポケモン方式なんかな。あ、ポケモン方式やん。
なんていう、ターン制っていう、ドイツ攻撃で戦う、まず。で、モンスターへを戦う。あれ、なんか連続でそんなターン無視です。ああ、アーロンさんがいた。あれ、もうずっと俺のターンやん。ずっと俺のターンやん。全然ゲームシステム分かってないまだ。アイテムって見てないか、なんか見てんのかな。全て倒そうと思うの。邪魔なやつだけ切り捨てて走れ。わかりました。走るってコマンドあるんですか。うわー、食らった。てかアーロン HP 多くね。ピーダの倍くらいある。今食らって958やな。あ、技ってあるやん、パワーブレイク。使ってみるか、パワーブレイク。てか技覚えてんのかい、避けないでなかった。あ、お前かい。あ、もうどっちが誰で、次がピーダか。あ、ここの右のやつがあれね。単純に並んでんねんな。なるほど。身長順とかじゃないねん。てかずっと俺のターンやん、マジで。マジでずっと俺のターンやん。あれ、ヌルゲーか、まさか。あ、コマンドバトル全然ゲームやらへんから全然わからんねんけど、もうね。お、待って、なんか言ってや。ついていくんかい。ああ、なり替え止まったし。うわー、長、尻尾長。グラビでめっちゃ食らった。でもなんかね、好き勝手暴れやがって。まとめて片付けてやろう。うわ、かっこよ、アーロンさん。オーバードあ、今見逃した。何、オーバードライブって。後で、オーバードライブ、これだろ。どうすればいい。 R2 か、 R2 を、 R2 じゃねえ、アイテム。あ、なんか出た。R2 で、なんかわからん。キバリュー。え、1234。おお、びっくりした。急にそういうのやめてくれ。1234ってわけわからんことをほざいてたけど俺。戦う。ティーダーはまだないねんな、オーバードライブが。なんなん、オーバードライブや。完全今ノリで落ちちゃったわ。ミスター編集するときのもパワーブレイク使ってくれよ、アーロンさん。いけ、1体の攻撃力がダウン。あ、そんな効果あるの、強くね、アーロン。おお、あんまピコピコ落ちたらあかんな。ピコピコで1体、まあ、もうティーダーこれしかないやろ。アーロンさんもパワーブレイクばかりしてこむ。わからんし。とりあえず攻撃力下げていこう、アーロンさんを。グラビで。いや、やばくね、結構。もうポーションあるやん。アーロンさん回復してもらおうよ。じゃあ、まあいいか。なんかもったいないな、序盤から使う。戦っ、とりあえず戦ってたらいけるやろ。あかん、おお、怖い怖い。ポーション使っとこう。あ、ティーダしか回復せえへんねん。お前ティーダ回復しとくや、お前。もったいないかな、序盤で使う。あ、このまま、あ、アイテムで一旦使うわけじゃないや、子供みたいに。279。てかそろそろ死ねえや、お前。ダメージ、全然終わらない。ヒーダーも使えるってことか、オーバードライブ。あ、剣技あるやん、剣技。
パイラルカット行け。あ、タイミング合わせて来た。オッケー。これからこんなん続くん？自信ないな俺。倒した。なるほどな。なんかオーバードライブ技があんねんな。どうやって出すのか全然わからへんねん。倒しか進もう。え、じゃあこっちか。あ、進めた。なんかある。あ、何も関係ないんかい。オッケーオッケー、進んだ。笑ってんじゃねえよクソヤジ。アーロン逃げた方がいいって。ひどいこと言うな。もう酒持ってるやん、よく見たら。アーロンさん、はぁ、やってらんねえっての。でもついていくねんな。死んでるやな、ティーダー。そういうことじゃないやろ。そういうことじゃねえって切れられたやな。はてさて、またおっでっかいな。これもちまちま倒していくしかない。うわぁ、食らった。羽が激しく光るな。気持ち悪い。光ったやつ、どいつ、こいつか。うん、死ね。オッケー。もう怖いなこれ。死なへんよな。大丈夫、ほぼリンチじゃね。ホケラクズっていう名前で今気づいたわ。オッケー。アロさん、オーバードライブ溜まってない？手に負えんな。おお、なんかすんの。おい、あいつ落とすぞ。なんで？面白いものを見せてやる。もう一生反抗期やん、リーダー。これな。うん。お、どうなの？え？一発でいかへんねや。これで行く？クラウンやん。トゲ。死ぬじゃん。うわ、死ぬ死ぬ死ぬ。ティーラ死ぬ。ティーラ死ぬ。アロンさんも死ぬ。いけっかな。いけ。もういけ。行ってまい。待って。いけるんじゃん。あかん。お、あー、かんか。タンクロール行け。オッケー。お、なんか落ちた。おー、どうなる。おー、爆発しちゃう。おー、来い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 。攻めに来るパパ。名前出したことないんだけど、ジェットやったっけ。おー、死なんで済んだ、とりあえず。あれ、回復した方がええんかな。行け。行け。どこに。どこに。あ、そういく。おお、あ、なるほどね。うわ、ミッションインポッシブル。うわ、人間の飛距離じゃないねんけど、爆風でってことか。お、サスケみたいな。あれ、アーロン、はよ助けてあげて。アーロンさん、あれ、アーロン、はよ助けろや。アーロン言ってねえ。え、助けへんつもりアーロン。さあ、申し訳程度の3って。いいんだな。いいんだな。ああ、覚悟を決めろ。いや、雑。他の誰でもない。アーロンさん雑。吸い込まれていく、なんかに。そら言うわ。これは普通にティーだから。お前の物語だ。もうこれお前の物語だ言われても
パパ下がる。え、何せって言うの、下がるでいいんとりあえず。え、どういう状況、全然わからん。これ視点変えれんのかな。ああもう下がるしかないやん、選択肢が。ああここか、なんかおる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 。これか。お、いろいろ考えてたのは覚えてる。立ち泳ぎしてる。俺どうなるんだとか、うん、ここどこだよとか、うん、そのうち頭がぼーっとしてきてさ、なんだか眠くなって。赤のやつじゃん。夢を見た気がする。一人ぼっちになる夢。誰でもいいからそばにいてほしい。そんな気にさせる夢だった。見えんな、まだ物語が。俺の理解力がないのか、まだ始まってないんか、そこさえ分からへんな。何、誰かおったの今。おはよう、おはよう。あれ誰かいる。いなさそうやけどな。アーロン。え、なにこの鳥。わーわー、あー、なるほど、広さ確かめてんね。鳥びっくりするやろ、ほら飛んでたやん。あれ、え、なに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 、え、はい、あー泳ぐのね。とりあえず左のマップの赤の方進めばいいか。泳ぐのうまいなー、リーダー。水泳習ってたのに泳いでたライフセーバーに助けられそうになったぞ、小3の時。で、おかん隣におったのに、おかん俺と似てないからありがとうございますって言われてた。手がついた。おお、何やこれ、何やここ、何これ。で、あ、なんかある。何？旅人のセーブポイントな。俺なんか全部見逃してない。セーブ、新規でぶっ取ります。時間バレんじゃんこれ。いや、とりあえずこの辺にしとこうか。とりあえず